外野の噂とは随分に様子が異なっていたようだ。元のギザカ462期生で、現在は、女優業を中心に活動する渡辺美里愛が9月11日から12日、ファン交流イベントの渡辺美里愛と行く、北海道バスツアーを開催した。同バスツアーは新千歳空港発着で、旅行代金は4万4800円、4万9800円となかなかのお値段。8月10日には、 ファンクラブ会員向け抽選販売の当選発表が行われたが、同日にショッキングなニュースが流れたことでも話題になっていた。それは、渡辺と男性アイドルグループメンバーとの熱愛が週刊誌にて報じられたもの。渡辺は昨年8月に乃木坂46を卒業しており、未婚者でもあることから恋愛することには何の問題もない。とはいえ、バスツアーの当選発表というタイミングでの 熱愛報道にはファンも動揺したことだろう。アイドルのバスツアーといえば2007年に元モーニング娘の飯田香織が開催した日帰りバス旅行の一件があまりにも有名。この時はツアー開催直前に飯田が出来込む発表していたのです。今回の渡辺はそこまでではないものの。 申し込み後のツアー料金払い戻しは不可だったこともあり SNS には参加者を気の毒に思う声があふれていましたアイドルシライターそうなると気になってくるのはやはりバスツアーに参加したファン自身の声だ前述した飯田のバスツアーでは途中で号泣したファンもいたと伝えられている果たして渡辺のファンはツアー中平静を保っていられたのだろうか そこで参加者の声を拾ってみると、夢のような時間でしたこの2日間は、一生宝物といった絶賛の声が続出。どうやらファンは、渡辺のバスツアーに大満足していたというのである。カラオケ大会や、フリートークタイムなど渡辺と触れ合える時間が、たっぷり用意されており、サービス面でもツーショットチェックや、ハイタッチ、私物へのサインなど、盛りだくさん。 不平不満が見つからないほど満足度の高いイベントになっていたのだとか好評だった理由はとにかく渡辺との距離感が近かったこと社内ではバスガイド風のアナウンスを聞かせるなどサービス精神も旺盛で来てくれたファンに後悔させないよう振る舞っていたようですね前出アイドルシュライター最後には T シャツやバッジなどのお土産も渡され参加したファンは大満足でキトに着いたという そして渡辺自身もいいファンに恵まれていることを実感できていた様子。何かと評判の悪いアイドルのバスツアーだがやり方次第で満足度は上げられるということを証明する形となったようだ。